チンの意図が見えてしまいました。なるほど、これ狙ってんだなということで。これが見えるとね、なぜ今、ウクライナ、並びにですね、その諸外国でね、ロシアがこの、まあ、ウクライナをね、阻止する活動を全力入れてるかっていうこともね、よくわかるんじゃないかと思います。まずですね、戦況からなんですけれども、現在ウクライナ軍はですね、ロシア軍に3方向から攻撃を受けてまして、南側ね、ロボティネっていうね、突破作戦やろうと思ってグッと押し込んだところなんですけど、ここ逆に今ロシアが押し返しに来ています。それから、アウディウカね、さらにはですね、バフムトの近辺とかね、ああいうところね、こういうところでもまあやってますし、あとね、ウクライナがね、特化したね、ヘルソンの反対側、ここでもですね、その先にロシア軍が詰まっていて、なかなか攻撃できないという状況なんですよ。弾薬不足っていうこともありね、昨日私の監修してくれてるね、専門家のお話を皆さんにお届けしましたけど、弾薬くればね、ある程度盛り返せるんですけど、現状まだ弾薬届いてないんで、ちょっと押し込まれてると。いう状況です。読売新聞もね、このことちょっと報じてまして、今日の記事なんですけど、ウクライナ軍は圧倒的戦力者に苦境と、ドニプロ川の渡河、作戦、兵力100倍のロシア軍と後方の川、少しも引き下がれない、大変厳しい任務と。ね、いう風に書いております。これね、ロシアがウクライナに侵略してから24日で2年となると、ウクライナ軍の激しい戦闘の様子など、読売新聞の取材にですね、証言があったということなんですが、ドニプロがね、溶かしてね、ロシア軍押してるって話だったんですけど、その後ろにですね、やっぱロシア軍いっぱいいるんですよね。兵力差100倍だということで、クリンキで戦ってるイホールさんという方は証言してます。前方は兵力100倍のロシア軍、横は地雷原、後方は川、少しも引き下がれない大変厳しい任務だと、最も過酷と言われる戦場の実態を語ったと、トラウマからか証言している途中もですね、腹部が痙攣したりしていたと。クリンキはウクライナ軍にとってロシア軍が占領している地域奪還に向けた橋頭保だと。ウクライナ軍はクリミア半島に通じるロシア軍の補給路で、断絶を狙っているが、昨年6月からのですね、大規模な反転攻勢で南部ザブリージャ州からの突破に失敗しており、新たな突破口としてまあ期待されていると。ただですね、この防衛戦でひたすら耐えるだけという結構悲惨なものになってるらしいです。クリンキ付近にですね、まあ到着した時はね、最大の戦果と、高揚感があったが、状況が今変わってきてると。今は防衛戦、ひたすらロシア軍の攻撃に耐えるだけだと。すでに多数の死傷者が出ているというふうに報じています。どうもですね、反対側にね、1万人ぐらいの兵力がいるらしいんですよね。ロシア軍のね、6人乗りの小型ボートで1時間かけて渡るが、半分ほど渡ったところでロシア軍に気づかれ、無人機での攻撃とかですね、攻撃が始まるのが通例と。川岸には大量の地雷原も施設され、3隻に1隻は到達できないと。倉庫機兵ボトムズのね、エルゼンファイルズも第1話みたいなね、結構ひどい状態になっていると。どうもね、70メートル先ぐらいにもロシア軍はいるらしくてですね、笑い声とかも聞こえてくるらしいです。そのロシア軍のストーム Z というね、まあ囚人兵がですね、ゾンビのように次々と襲ってくる、ということで、しかもですね、砲撃も10倍ぐらい来てるということで、ちょっと厳しい状態になっていると。ISW のね、ちょっと記事をね、少し紹介したいと思います。ISW はですね、ウクライナ軍が今ね、ロシア軍機をですね、たくさん撃墜してるという、記事をね、掲載してます。19日の朝ね、ウクライナ東部で SU-34 と SU-35 をね、撃墜したと。SU-34 1機とですね、SU-35 は2機撃墜したんで、合計3機ですね。ウクライナ軍、総司令官のシルスキー、氏はですね、ロシア軍が滑空爆弾でウクライナの陣地を攻撃したところを、ウクライナの防空、部隊がですね、その機体を破壊したというふうに言ってますと。さらにウクライナ軍は17日もですね、ドネツク上空で2機の SU-34 も撃墜、さらに1機の SU-35 も撃墜していると、いうこと。あ、ごめんなさい。最初のやつが1機ずつですね。最初のやつが1機ずつで、17日に3機なんだ。合計5機ですね、撃墜したということです。18日もですね、ごめんなさい。SU-34 1機やってるんで、全部で6機ですね。6機撃墜したと。いうことで、ロシア軍アウディウカを奪取するために、攻勢作戦の最後の数日、一時的に限定的かつ、局地的な制空権を確立したように見えたが、ウクライナの防空部隊は、ウクライナ東部で、ロシアの航空作戦に再び挑戦しているようにも見えると。航空優勢ロシアに取られたみたいなね、意見もあったんですけど、なんとかですね、どうもパトリオットっぽいんですけどね、専門家に監修してもらったところね、パトリオットが出張って攻撃しているのではないかと。とはいえですね、アメリカの支援ね、まあ、まだ揉めてるのでね、この、まあ、パトリオットの弾もですね、弾切れになる恐れもやっぱりあるんですよね。ロシア軍ってのは基本的な戦法がですね、弱いので、力押しです。やられてもやられても前に来るっていうことでね。それで少しでも領土取ったら俺たちは勝ってるって宣伝して、国内の権威主義体系を、体制をね、強化し、強化した権威主義体制によってまた動員かけてゾンビ攻撃してくるっていうですね。まあ恐ろしい戦法を使ってますよね。NATO のね、加盟諸国もやばいということで、今まあ弾薬の増産始まったんですけれども、チェコでね、80万発の砲弾がなぜか発見され、ドイツもね、まあ増産開始してですね、来月ぐらいには多分ね、砲弾少しずつウクライナに届き始めるということなんで、この1ヶ月がですね、本当にしのぎ、切るポイントなんですけど、ちょうどそのポイントのところでね、ロシア軍がまあ選挙キャンペーン始まっちゃったと。本当にね、ちょっと厳しい選挙が続いてはおりますが、それでもですよ、ウクライナなんとかね、頑張ってほしい。日本からもね、援助できるようにということで、私はナザレンコアンドリーさんにね、お金まあ10万円ほどお渡ししてですね、軍用車にも転用できるね、車を送るということで協力させていただいたんですけど、全部で3台か4台ね、ちゃんと終わりましたと。
輸送が終わりましたということでご報告ありましたんで、ほんとね、少しでもお役に立てればというふうに思ってます。まあ、行きってですね、ウクライナの3方面から攻撃したんですが、南部のザポリージャね、ロボティネ方面に対してね、攻勢をかけてるというね、ちょっと悪いニュースをこの間お伝えしたんですが、撃破されたそうです。さあまあ見ろということで、これね、CNN がニュースにしてます。ウクライナ軍、南部ザポリージャでロシア軍を撃退と発表と。これ、ウクライナ軍の発表なんですけどね、20日、南部ザポリージャ州で、19日夜から同日朝にかけてロシア軍の攻撃を受けたが、撃退したと発表したと。軍参謀本部の発表によると、同州、マリノフカとロボティネで、11件の攻撃を受けたと。軍の作戦司令部は、テレグラムにですね、投稿したんですが、厳しい夜だったが、すべての攻撃を退けた。ロシア軍部隊を壊滅させ、事態は沈静化したと投稿している。さらにですね、ウクライナ空軍20日各地で一斉にですね、対空誘導ミサイルや攻撃型ドローンによる攻撃を受けたと。これ民間人を標的にしたね、またひでえ攻撃なんですけれども、さらにですね、ウクライナ軍で19日にもロシア軍の攻撃を阻止して、敵の攻撃要員は装備を破壊されて、逃走していると主張しているということです。これについてもですね、渡辺さんがコメントしてまして、これも良いニュースと。防御によりロシア軍に多大の犠牲を強制していけば良いと。これ他のオシントンアカウントなんかもね、これ報じているんですけれども、ちょっとね、この件についてね、私を監修してくれてる専門家にもちょっと聞いてみたんですけれども、何度かウクライナこれね、攻撃を防いではいるんですけれども、それね、問題はね、ロシア側にもあると。無理に押しすぎてね、無理押しして、やられちゃってると。要は深追いして撃滅されるというね。あそこでもそうですね。アウディユーカでも深追いして、ニコ旅団やられてますけど、全く同じやり方で、何も学習しないんで、ロシア軍ってね。これでやられてるんですが、ただね、ロシアやられてもね、兵でもないんですよ、あいつら。いっぱいいるんで。もう本当に兵士を畑で取れるんじゃないかっていうくらい、むちゃくちゃな動員かけてますからね。もうプーチン強権体制でさ、誰も逆らえないわけですよ。もう戦場行ったらね、ひでえ目に遭うと。もう下手すると命を失って、分かってても行かざるを得ないような強権体制なんで、人だけはやたらいいんです。装備は劣化してますけどね。それでも突っ込んでくるので、気を抜くとやられる可能性があると。私を監修してくれてるプロは言ってます。なんで、しばらくは要注意と。これ、この後渡辺さんと全く同じで、攻撃をしのいでアメリカ製の武器のが揃えば、また反転攻勢するチャンスが来ると。いうふうにですね、おっしゃっております。さらにですね、ポイントはね、この戦略的防御で、どれだけ集結させられるかと。相手を徹底的に弱めて、最後にドーンと撃って出るということなんで、今それ待ちと。